よーし、穴から全開で飛ばさねえとな。オラたちがやられたら、行くは。ようこそ。あのガキたちがこの星を脱出するための時間稼ぎだって。そんな必要はない。これからここで。でかい口をつくのもそこまでだ。今すぐ黙らせてやるぞ。このしつこいくたばりどこないに、今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。この地球人のように。いきなり貴様からか。
一番の楽しみを最後に取っておきたかったのだ。三国、これだ。戦いはこうやってある程度実力が近くになっては面白くない。ああ、オラもそう思う。ちょっと飛ばさねえとな。オラたちがやられたら、どう行く？は？歴史が変わっていく。時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。これは終わりと始まりの書。魔漢光殺法！ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。最後にもう一度だけチャンスをやる。俺たちの仲間になれ、カカロット。
そうすればお前もお前の息子も助けてやる。セイク、ほらおめえらの仲間になんて絶対なんねえぞ。そうか、だったらお遊びはこれまでだ。の。お父さんをいじめるな。うわこのガキ。やめろ。なんだと？貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもよ、一緒に戦ってくれるみてえだな。雑魚が何人増えようが結果は一緒だ。おめえ、力貸してくれるのか。足を引っ張るなよ。俺の声聞こえていますよね。俺は土地の奥から通信でサポートさせてもらいます。いいですか。ラドスは本来の歴史を引き寄せ、さらに残忍になっているようです。悟空さんたちがとどめを刺せるようラディッツを倒してください。カカロット、貴様、何をする。今だ、これをやれ。魔漢光殺法。うわっ、やおぎち、ちくせよ。ざまみやがれ。なんだったんだあいつは。お疲れ様です。素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。不要に歴史を変えることな。これであとは